はい、こんにちは、マロです。さあ、先日のね、4月23日発表ありましたね。すでにご存知の方も多いと思うんですけど、久しぶりにですね、アップルの新製品イベントですよ。新型の iPad シリーズが3月のイベントで登場すると噂されてたんですけども、残念ながらですね、何の音沙汰もなくて、プレスリリースという形でね、発表されるんじゃないかということだったんですけど、イベントレッドルーズ、何でもありが開催されることが決定しましたね。新型 iPad シリーズがね、発表されることは間違いないと思うんですけど、今回はそのレッドルーズで一体どんなものが発表されるのか、またですね、クック船長のツイッター X のポストもかなり、ね、意味深になってますので、新型 iPad が、ね、一体どんなものになるのかおさらいしつつ、またクック船長のポストにも注目してイベントを予測してみたいと思います。まずですね、新型 iPad は iPad Pro と iPad Air のこの2種類が、ね、発表されると見られております。まず新型 iPad Pro なんですけど、ついにディスプレイが有機 EL ディスプレイに、しかも最新最強のね、有機 EL ディスプレイが使われるということで、有機 EL って大きなディスプレイになればなるほど、明るさをね、発揮しにくかったりと、デメリットもあるんですけど、特に Apple 製品って画面の輝度、他のメーカーに比べてもめちゃくちゃ明るいんですよ。その辺のね、スペックを下げるわけにはいかないというところもあったと思うんですけど、Apple の高い水準をねクリアした有機 EL ディスプレイが完成しまして、満を持してプロに搭載っていう感じですね。しかも有機 EL ディスプレイはディスプレイ自体をね薄く製造できるメリットっていうのもありますので、現行モデルよりも本体がさらに薄く、そして軽量化されるんじゃないかと言われております。そしてチップは M3 チップ搭載、最新最強のね、アップルシリコンのゲームや映像編集なんかでも高いポテンシャルを発揮すると。そして現行の無印 iPad みたいにフロントカメラが右横に配置されると言われております。またデザインもエッジ部分に少し丸みを帯びたような形状になるということで、設計自体も見直され、本当にリニューアルされたモデルって感じがしますね。このあたりがですね、大まかな進化のポイントなんですが、実現するかどうかはちょっと怪しいんですけど、ワイヤレスもしくは MacBook 式のマグセーフ充電にも対応すると言われておりまして、 iPhone みたいなタイプだったらいろんなアクセサリーがワイヤレス充電で便利に使えそうですし、 MacBook 式のマグセーフ充電に対応するんだったら、30分で半分充電みたいな急速充電機能が使えるようになるかもしれません。この辺も非常に楽しみです。ただ有機 EL ディスプレイがね、めちゃくちゃいいものを使ってるということで、価格は最低でも2万5000円ほど現行モデルよりも高くなると言われております。もっと高額になるっていう話も出てます。ただ Apple 製品ってなんだかんだ毎年価格アップするって言われてるんですけど、結構据え置き価格になることが多いんですよ。為替の影響とかで、その日本だとかアメリカ以外の国ではね、変動すること多いですけど、まだ据え置きの可能性もあると思いますので、その辺ちょっと期待したいですね。今回難しいかもしれませんけど。そして新しいアクセサリーも登場すると言われております。アルミ素材を使用して新しいマジックキーボード、そして第3世代のアップルペンシルが登場すると言われております。アップルペンシルはね、スライドやマルチジェスチャーなどより多くの操作方法に対応し、またペン先にセンサーを搭載して画面の色を検知する機能が搭載されるなんて言われてます。あとこれはね、実現難しいと思うんですけど、使用しながらワイヤレスで充電できる機能なんかも噂で出てるんですよ。現実的にね、難しいんじゃないかなと思うんですけど、これ実現したらやばいですけどね。とですね、本体だけじゃなくアクセサリーもですね、パワーアップするということで、様々な方面で大幅に強化されたモデルになりそうで、めちゃくちゃ注目されてます。そして iPad Air なんですが、 M2 チップ搭載、プロとはね、差別化されるんじゃないかと。そして無印や次期 iPad Pro と同じようにフロントカメラがね、横に配置されるようになるみたいです。これはですね、ビデオ会議などに適した位置になるってことですね。あとですね、リアカメラのデザインが変更され、土台部分ができるって言われてるんですよ。土台部分ができるということで、より大型のね、センサーのカメラなんかが搭載されそうです。iPad 使ってる人は大抵 iPhone 使ってると思いますので、 iPad でね、バシバシ撮影する人は少ないと思うんですけど、カメラも強化されるってことですよ。PDF なんかをね、読み込むときに精度がアップするかもしれません。全体的にね、 Air はマイナーアップデートかなっていう感じなんですけど、なんとですね、 Air に 12.9 インチモデルが登場すると言われております。これはすごいね。やっぱりね、イラストだったり映像編集だったりクリエイティブな使い方をする人にとってはでかい方がね、喜ばれることもあると思うんですけど、もし今回本当に価格が高騰したら、20万円を大きく超えそうな iPad Pro しか 12.9 インチの選択肢がないっていうのはかなり厳しいと思うんですよ。
ですからプロからね大きく値段を抑えたエアーにも 12.9 インチモデルが登場するっていうのはこれかなりいいんじゃないかなと思います。しかもエアーはカラフルですからね、カラフルででかい iPad ってなんかすごい所有欲満たされそうな気がします。しかもですね 12.9 インチの iPad Air にはミニ LED ディスプレイが採用されるかもしれないと言われておりまして、ただ最近だとミニ LED の搭載ちょっと怪しくなってますけどね、まあ、どうしてもミニ LED 搭載するとその 12.9 インチ自体の価格もアップしてしまうので、ですからディスプレイ業界に詳しい DSCC のロス・ヤングさんによりますと、今年の第4四半期、まあ、10月から12月あたりになんとですねミニ LED を搭載したエアーではない新しいモデルをアップルがラインナップに加えるとコメントしております。ロス・ヤングさんの情報は以前ね的中率 100% と言われてましたから、まあ、ディスプレイ関係のサプライヤーからですねかなり信憑性の高い情報を得ていると思うんですけど、まあ、これについてテックメディアの iPhone マニアはですね、今回 iPad Pro がまあめちゃくちゃ値段高騰しそうということで、例えば現行モデルのチップを M3 に変えただけみたいな現行モデルと価格据え置きタイプも投入してくる可能性あるんじゃないかと予想しております。まあ、そういう選択肢があった方が嬉しいですもんね。エアーの大型モデルが投入されてもおそらくリフレッシュレートは 60Hz のままでしょうし、まあ、イラストなんかねされる方にとってはその Apple Pencil の書き味に影響してくる部分ですので、まあ、高いリフレッシュレートのモデルが欲しいっていう方も非常に多いと思います。そして意味深なのがこのクックさんの X のポストですよ。5月7日の予定をペンシルで書き込めみたいなことがね、書いてあったり、ロゴがね、Apple Pencil中心だったり、かなり Apple Pencil にフォーカスされた感じになってるんですよね。新型 Apple Pencil の登場はもう間違いないですね。現行のペンシルがね、2018年に登場したので、ほぼ6年ぶりのリニューアル。これはね、iPad ファンはめちゃくちゃ待ち望んでましたよ。アミティ先生なんかもうよだれ出まくりじゃないですかね。で、注目してほしいのがこの X の画像のペンシルのペン先。ペン先にいろんな色がこう溢れてるように見えるじゃないですか。これ、あれじゃないですか。ペン先での色彩検知機能じゃないですかね。これね、僕実現しないんじゃないかと思ってたんですよ。複数のジェスチャーとかでより便利に使えるっていうのは全然あり得ると思うんですけど、ペン先に新しいセンサーまでぶち込んで、まあ、設計や構造を変えてまでアップデートさせるかなって思ってたんですけど、でも今回のクックさんのね X はそれを指し示しているように見えます。まあ、色彩検知機能ができたら簡単にですねイラストとかのモデルの色味をトレースできたり、まあ、映像編集でもそのプロがやってるようなカラーグレーディングのね雰囲気を真似できたりと、プロももちろん活用できますけど素人もめちゃくちゃ楽しめると思うんですよね。ですから使ってみるとねすごく便利で面白い機能になるんじゃないかなと思います。また色だけじゃなく新しい iPad と組み合わせて何かイラストとか映像編集以外でも便利にね使えるようになるんじゃないかなと思ってます。いやー、新しい Apple Pencil の可能性っていうのもぐっと広がったんじゃないですかね。ただね、新しいセンサーとかもバンバンね今回埋め込んでると思いますので、お値段がね現行モデルよりも高くなるんじゃないかなっていうのがかなり心配です。まあそういう機能いらないよっていう方はね、あの USB-C の Apple Pencil がね比較的安くね登場しましたんで、まあ、その辺でね差別化してくるのかなっていう気もしますけど、まあ、価格の高騰っていうのがちょっと心配ですね。そしてリーク情報ではあまり登場してないんですが、ひょっとしたらですね無印 iPad も新しいモデルが投入されるかもしれません。っていうのが無印モデルって毎年アップデートされてたんですけども、去年はリリースされませんでした。まあ、登場したとしてもチップ性能がアップしたりとかカメラ品質がアップしたりだとか、その辺のマイナーアップデートになりそうですけど、まあ、とにかく価格を抑えたいっていう人は無印の登場も期待したいところですね。というわけで5月7日日本時間では23時にですねイベントが開催されるということで、今までの情報とクックさんのね X ツイッターからですね Apple Pencil がとんでもない機能を備えるんじゃないかというお話でした。結構ね昔はねあの春にイベント開催されることもすごく多くて、まあ、コロナ以降ちょっと開催がね少なくなっちゃったかな。やっぱりあの大々的にねメディア呼んでイベントを行うっていうことがねできなくなりましたんで、ですからね久しぶりのかなり期待できそうなイベントになるんじゃないかと思います。しかもその翌月には WWDC もね控えてますからね、この時期アップル忙しそうですね。いや新型のプロどうなるんだろう。最強になるのはねもう間違いないと思うんですけど、やっぱり価格がねどうなるかだよね。まあ本当に2万5000円から5万円とかめちゃくちゃ価格高騰するのかどうか。
でもそこまでいきなり急激にこう値段上げるっていうのは今までなかったですもんね。まあ、iPhone Pro とかその Pro Max が登場した時もね、まあ、普通の Pro より100ドル高いぐらいでしたし、いきなり300ドル、400ドルとか急激にドーンって上げてくるかなっていうのもちょっと疑問ですけどね。まあ、100ドルアップだとか、その据え置きに近い価格設定もあり得るんじゃないかなと思いますけどね。そしてペンシルね、もう6年ぶりですよ。これはもう予想じゃなくてほぼ確定ですね。検知機能もついて、ただ書くだけのペンシルじゃなくて、いろいろ遊べるペンシルになったら面白いよね。そしてアルミのね、マジックキーボード。これもね、登場してほしいんですけどね。まあ、本当にね、アルミ使われるのかわかんないですけど。でも今回形状も変わるから、もう童話街でも新しいマジックキーボードは登場しますもんね。今までのはね、もう間違いなく使えなくなるんで、まあ、そのことをね、言ってるのかもしれないですけど、アルミスタイルで使えるようになったらバチクソかっこいいよね。まあね、5万円ぐらいしそうですけど、もうトープレとか HHKB がなんか安く見えるよ。さあ、イベントもね、決定して新モデルの登場がね、もう確実になりましたけど、皆さんがイベントで一番注目してるのは何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。参考になりましたら高評価、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。